患者は手術の麻酔から覚めて私の顔を見た。右手に厚ぼったく包帯が巻いてあったが、手首を切断されていることは少しも知らない。彼は名のあるピアニストだから、右手首がなくなったことは致命傷であった。犯人は彼の名声を妬む同業者かもしれない。彼は闇夜の道路で行きずりの人に鋭い刃物で右手首関節の上部から切り落とされて気を失ったのだ。幸い私の病院の近くでの出来事だったので、彼は失神したままこの病院に運び込まれ、私はできるだけの手当てをした。ああ、君が世話をしてくれたのか、ありがとう。酔っ払ってね、暗い通りで誰かわからないやつにやられた。右手だね。指は大丈夫だろうか。大丈夫よ。腕をちょっとやられたけど、じきに治るよ。私は親友を落胆させるに忍びず、もう少し良くなるまで彼のピアニストとしての生涯が終わったことを伏せておこうとした。指もかい？指も元の通り動くかい？大丈夫よ。私は逃げ出すようにベッドを離れて病室を出た。付き添いの看護婦にも今しばらく手首がなくなったことは知らせないように固く言いつけておいた。それから2時間ほどして私は彼の病室を見舞った。患者はやや元気を取り戻していた。しかしまだ自分の右手を改める力はない。手首のなくなったことは知らないでいる。痛む？私は彼の上に顔を出して尋ねてみた。うん、よほど楽になった。彼はそう言って私の顔をじっと見た。そして毛布の上に出していた左手の指をピアノを弾く格好で動かし始めた。いいだろうか。右手の指を少し動かしても新しい作曲をしたのでね、そいつを毎日一度やってみないと気が済まないんだ。私はハッとしたが、とっさに思いついて患部を動かさないためと見せかけながら彼の上白の尺骨神経の箇所を指で押さえた。そこを圧迫すると指がなくてもあるような感覚を脳中枢に伝えることができるからだ。彼は毛布の上の左手の指を気持ちよさそうにしきりに動かしていたが、ああ、右の指は大丈夫だね。よく動くよ。とつぶやきながら、夢中になって架空の曲を弾き続けた。私は見るに耐えなかった。看護婦に患者の右腕の尺骨神経を押さえているように寝顔で指図しておいて、足音を盗んで病室を出た。そして手術室の前を通りかかると、一人の看護婦がその部屋の壁に取り付けた棚を見つめて突っ立っているのが見えた。
女の様子は普通ではなかった。顔は青ざめ、目は異様に大きく開いて、棚に載せてある何かを凝視していた。私は思わず手術室に入ってその棚を見た。そこには彼の手首をアルコール漬けにした大きなガラス瓶が置いてあった。一目にそれを見ると私は身動きができなくなった。瓶のアルコールの中で彼の手首が、いや彼の5本の指が白いカニの足のように動いていた。ピアノのキーを叩く調子で、しかし実際の動きよりもずっと小さく、幼子のように頼りなげにしきりと動いていた。